長らく懸案であった安定的な皇位継承のあり方をめぐる協議がようやくおについた。今後は衆参両院議長の元各党代表による議論が加速すると見られるが、その裏では延々と待たされてきた党の皇室から、上皇后様がご心中、おひそかに発せられていたという。前任と打って変わってぬかが福士郎衆院議長が前のめりになっているのは、 上皇后様からの「思いを言葉」があったからだというのだ。猿宮内庁関係者が明かす。額賀議長は就任後、上皇ご夫妻に謁見する機会があり、その際に上皇后様から、皇位継承に関する議論をよろしく進めてくださいね、というご趣旨のお声がけを賜っているのです。元より立法府の長として議論の迅速化を図っていたところ、 その後対象の方より奮起を促されたのだからよ薬心血を注ぐしかあるまい。この関係者が続けて、上皇后様がこうしたお気持ちを取らなさるのも無理はありません。何しろ皇室はかれこれ18年にわたって、足止めをぎなくされていたのです。